ちは、東洋ベベジのシェイプダグスです。テイスティライフへようこそ。下村さん、こんにちは。こんにちは。そう、今日のドリンクは何ですか？はい、今日はローズヒップとアロエの美肌ジュースです。はい、これもまた健康的なドリンクですね。そうですね、ビタミン C など、はい、夏に失われやすい栄養素が結構入って、はい、あと見た目はピンクで女性に人気があると思いますので、うん、すごい美味しい。何とかのローズヒップとあとグレープフルーツの味は結構あります。そうですね、はい、あとシロップで少し甘さを足して、はい、あと色味もつけております。はい、わかりました、はい、うん、すごくリフレッシュで、はい、あと、まあ、健康的な感じでね。はい、じゃあそれ材料の紹介は、はい、じゃあ大丈夫です。はい、トラーニザクロシロップ 4ml、トラーニピンクグレープシロップ 24ml、 ローズヒップハイビスカスティーの氷1人前 70g、 ローズヒップ&ハイビスカスティーの茶葉 3g に対し、トラーニピンクグレープシロップ 16ml、 トラーニザクロシロップ 8ml、 シロップ 50ml、 お湯 300ml になります。グレープフルーツジュース 70ml、 グラニュー糖適量、氷4個、グレープフルーツとアロエのジュレ 30g、 アロエ細かくカットしたもの 30g、 グレープフルーツジュース 150ml、 ガムシロップ 30ml、 ゼラチン 3g、 お湯 50ml を混ぜたものです。レモンシャーベット 10g、3色のアロエ各1個、トラーニキウイシロップ適量、トラーニザクロシロップ適量、ミント1枚以上になります。はい、じゃあ作りましょう。はい、じゃあ作り方をご説明しますね。はい、今回仕込みをまず最初にしていただきたいことがあるんですけども、まずこちらがアロエとグレープフルーツのジュレになります。はい、アロエをみじん切りにしまして、あとグレープフルーツジュースとゼラチンとガムシロップでゼリーを作ってます。はい、あともう1点がですね、こちらハイビスカスとローズヒップの紅茶を、はい、ザクロシロップとピンクグレープフルーツシロップを入れて凍らせた氷になりますね。はい、はい、これを最初に作っていただきたいと思います。はい、まずそれを、最初に仕込みまして、出来上がったものを使っていきます。こちらを氷をまずブレンダーに入れます。あとピンクグレープフルーツのシロップとトラニザクロシロップです。そしてグレープフルーツジュースです。まずこちらをブレンダーにかけて攪拌します。はい、攪拌が終わりましたらピンク色のジュースが出来上がりました。はい、まずですね、グラスを、スノースタイルというふうに。何のスタイル？スノースタイルです。スノースタイル、はい、縁をグラニュー糖や塩などで飾ることを言うんですけれども、はい、はい、ワイングラスを今回使用しますが、ザクロシロップを少しだけ薄めにつけます。で、今回はグラニュー糖を使って、これちょっと赤の飾り風に仕上げますね。はい、でこちらに、氷を入れます。氷適量入れましたら先ほどのジュースを注ぎます。で、そして、作っておいたグレープフルーツのジュレです。トッピングですが、こちらがグレープフルーツのシャーベットを適量少し浮かべる感じでのせますね。で、この上に今回3色のアロエをですね、シロップ、ザクロとキウイでつけておいた3色のアロエをのせていきます。シャーベットはアロエが沈まない程度で乗せていただくと大丈夫です。はい、こちらで最後ミントを飾りまして完成です。はい、じゃあ下村さん、ありがとうございます。ありがとうございます。はい。